はい、皆さんこんにちは、兼任講師の富永博樹と申します。よろしくお願いします。あれ行かない今日の話なんですけれども、まず最初に簡単に、自己紹介、それから、2つほど住宅、以前設計した住宅の紹介をします。で最後に設計スタディの技術的解説ということでですね、まあ、簡単に設計スタディってどういうことなのかを分かりやすく、説明、したいと思います。おまけ的なやつです。で、僕ちょっと略歴がですね、長いんですけど、東京都立大学というところを卒業して、その後、東工大の塚本研に入ります。で、そこからミュンヘン工科大学に留学したりして、後に、卒業して、千葉学さんのところと熊さんのところと働いて2012年に、独立をして、2019年から、株式会社化して今、タッタという、事務所の運営をしております。で、東京都立大学ではですね、藤木隆夫先生という、坂倉事務所出身の計画系の、建築家のところで学びました。でその後東工大の塚本さんという、建築家のところに行って、そこではガイハウスという住宅の現場を担当したりしていました。でそこから、ミュンヘンに留学して、まあほとんど遊んでばかりいたんですけど、リチャード・ホルデンというですね、ノーマン・フォスターのところに従事していた、ミニマルの建築家と、トマス・ヘルツォークというエコロジーな建築を作る、ドイツの建築家の、スタジオを、撮っていました。で2005年に、千葉学さんのところに、入って、こういうですね、真ん中に、キッチンと階段と吹き抜けがあって、周辺に部屋があってぐるっと回遊できるみたいな、ちっちゃい住宅を担当したりして、で2008年の、ちょうどリーマンショックのあたりで事務所を移って、まあ、熊さんのところにですね、で熊さんのところではいきなりドイツのコンペを丸投げされて、取り組んだりとか、あとは主にその頃日本の仕事があんまりなかったので、まあ、中国の、仕事をしたりしてましたけど、完成したものとしては豊島区の、新庁舎、これ日本設計さんとの、共同設計ですが、それとあとは、プロポーザルから竣工まで、担当したのがこの帝京大学小学校という、高畑不動の、奥の方にある小学校です。で建築家の人ってね、なんかみんなあんまり、プライベートなことを話さないですけど、僕はツイッターとかでほとんどプライベートの話ばっかりしていて、で主にそのロードバイク乗ったりとか、草野球やったりとか、あとは、音楽フェス行ったり、まあ、2人の子供と仲良く楽しく、暮らしているというような、状況です。で、二つほど住宅を紹介します。一つがですね、ドーマー窓の家という、お家です。こんな感じの、お家なんですが、場所が岐阜県の、恵那市の明智町というところにありまして、名古屋からですね、中央本線で、恵那というところまで行って、そこから明智鉄道という単線の鉄道に乗って、行った終着駅みたいな、山の、中の小さい町にあります。これが、町の地図ですけど、ですね、敷地がこの辺ですね。あ、出てきた。これです。で、駅がここにあって、目の前の通りが、国道になっているので、そんなに広くないんですけど、もともと街道だった場所ですね。で、明智の町の、メインの目抜き通りはこの辺にあって、日本大正村というふうに名前がついているんですけど、こんな感じで大正時代の建物とかがたくさん残っていて、30年ぐらい前に、今 JR になってますけど、国鉄が民営化されて JR になるときに、明智鉄道というのが廃線の危機にあってですね、まあ、それをなんとか住民が食い止めようと、この、ちっちゃい町を、町おこしで、したんですね。で、その時に、大正時代の、
建物をフィーチャーして日本大正村というふうに、自ら名乗ってですね、まあ、観光地化すると。でその観光地の、目抜き通りみたいなのがこの辺にあって、建物がいくつも残っているというようなところで、まあ、この辺も、目の前の通りももともとは、商店が並んでた、街道だったみたいな、そういう敷地条件です。でこれが敷地です。敷地の奥に、古い、蔵が建っていて、もともとここに、建物が、建ってたんですね。でクライアントが、かなり高齢な、70代80代ぐらいのご夫婦 で最初伺った時本当に建てるんですかみたいな感じだったんですけど、というのも、お子さんは、2人とも、僕と同世代ぐらいの、人で、もう東京と大阪とに、娘さんなんですけど2人とも、行っていて帰ってこないみたいな状況で、まあ、完全に、お二人のための、ついな住みかみたいな、建物になります。でこれがその、もともと建っていたお家ですね。かなり、まあ、古びてますけど、まあ、軒先がですね、もともとここのお家も商店をされていたので、軒がほとんど道路に越境するぐらいのところまで出ているというような状況でした。で、横から見るとこんな感じ、これですね、もともとの建物。で、その両側っていうのは割とこう、もう駐車場にしたり、お庭にしたりしながらセットバックしていると。で、前の、南側ですね、には3階建てぐらいの、もうほとんど廃墟のようになってましたけど、医院が建っていると。でこの通り内にはですね、こういうふうに、まだ商店として営業されているところもあれば、まあ、真ん中のお店みたいにもう、商店をやめてしまって、後ろに引っ込んで駐車場にしているという、お家も、あるというような状況です。でそういうところです、ざっくりとしたボリュームスタディからですね、して、まあ、なんかどんなふうにお庭を取ったらいいかとか、どんなふうに蔵とつないだらいいか、どんなふうにその通りから見えたらいいかみたいなことを考えながら、いくつも、スタディしていくと。でその中で、あ、なんかこういうの可能性がありそうだなみたいなものを、いくつかディベロップさせていくんですけど、で最終的になんかこうピンときたボリュームっていうのが、こういうふうにですね、まあ、もともとこう台形の敷地なんですけど、まあ、台形の敷地なりに、ボリュームを作って、この西側の方にお庭を取るというのがいいんじゃないかなというふうに思ったんですね。というのも、この西側のお家が、南にかなり、贅沢に、日本庭園を取っていて、こっち側の塀も白くて、綺麗で、まあ、少しここに水路が流れていて、まあ、人が歩けるようになっているんですけど、まあ、そのあたりも含めて借景して下庭を、作ると。でその代わり、建物の、ボリュームはなるべく前面に出して、軒を連ねるような立ち方を、するのが、まあ、なんか奥に、引っ込んでこの庭を大きく取るよりもすごく、まあ、町並みに対してポジティブなあり方なんじゃないかと。で、お年寄りがお二人で住まわれるときに、やっぱりなんかこう通りから奥まって住まわれるよりは、なんかすぐこうピンポンで、鳴らせるような距離感に、いて方がちょっと、いいんじゃないかなということも考えました。でこれが出来上がった建物で、本当にこう軒がですね、まあ、道路際は割とスレスレのところに、かなり低い高さで、軒を伸ばしていて、その下が、縦に10列で2台ぐらい車を止められる駐車場になっていると。でその脇から、細長いというか奥の、蔵まで、一体となるような、日本庭園を作って、眺められる庭を持ってて、でその脇を通りながら玄関にアプローチするという構成になります。
なので、まあ、普通はなんかこう手前の方に、パブリックな場所があって、奥に、プライベートな寝室とかがあるみたいな構成になるんですけど、ここでは逆になってて、まず入って、まあ、玄関があって、で、入ると、まあ、キッチンとリビングがこう奥の方にあると。で、道路側に畳の、寝室があるみたいな構成になってます。で、奥の蔵とは、リビング越しにつながると。で、当然そうなるとですね、南の奥の、まあ、南が雪道なんで、奥の、リビングダイニングに対する日当たりはどうなんだという話になってくるんですね。で、そこで、我々が考えたのは、屋根に大きな窓を作って、で、それで、奥の、まで太陽光を導こうということでした。で、いくつかスタディしていく中で、最終的にはこういうですね、まあ、いわゆるドーマー窓、屋根窓を、乗せようということになって、で、周りを、散策しているときに、まあ、こういうですね、大正時代の、フィーチャーした、まあ、これは最近割と建てられたものですけど、屋根にこういう可愛らしいドーマー窓が乗っているのに着目して、最終的にはこういう家型のドーマー窓が乗っかるようになりました。で、手前の建物は結構高いんですけど、その南、道路の反対側ですね。で、それでも日が入るように、まあ、このドーマー窓から、火を入れて、で、このドーマー窓のところがロフトになってるんですけど、この床はこういうですね、光を透過する FRP のハニカムパネルというのを使っていて、その寝室に日が落ちると。で、このあたり、床も天井もかなり反射の強い素材にすることで、こういうところで光が反射して奥まで、明るさが届くというような作り方を考えました。これが通りの、南側から見た絵ですね。構造上ですね、この、もともとこうクロスになってたんですけど、防火材の方が太くなるよというふうに構想の方から言われて、そうすると、まあ、ちょっとなんかこう、意味が、見えてしまうというか、こっちの力を負担している、力が見えすぎるのが嫌だなと思って、それを、避けるべく、こっちに筋交いを入れた結果ですね、木っていう文字のようになったと。いう構成になってます。で、これが玄関から入ったところで、玄関の上の部分に、そのドーマー窓の、部分が見えてると。で、これがドーマー窓の下の寝室です。天井が FRP のハニカムでできているので、光がこういうふうにつけてくると。で、これが、ドーマー窓の部分ですね。ロフトと呼んでいる部分です。で、正月とかお盆休みとかには、お孫さんたちがここに遊びに来て、まあ、みんなで、上でワイワイ宴会したり、しながら、寝泊まりするというような場所になっています。で、天井とか、この辺のロフトの床とかが割と、艶のある素材になっていて、奥の方まで明るくなるようにしています。これが、ドーマー窓の部分ですね。前に、3階建ての病院が見えています。で、ここで僕が思ったのは、そのあり得たかもしれない風景をスタンダードとして作れないかというようなことでした。まあ、どういうことなのかというと、ですね、まあ、現実の時間軸では、まあ、その昔、窯業とか宿場町をベースにして、町が発展した後に、その国鉄が民営化する前に、日本大正村という、まあ、町おこしをして、で、ただ、2000年ぐらいにだんだん人口が減っていって、まあ、町並みがこう衰退していくと、後退していくということが起こったんですね。で、まあ、なんか、そうじゃなくて、街並みを後退しないまま、まあ、住居に、転換できるような、なんか、そういう、作り方ができないか、みたいなことを、ここでは考えていました。
次がですね、片流れの家という、僕が独立して一番最初に作った住宅になります。場所がですね、河口湖の、南の、富士桜高原という、別荘地がこの辺にあるんですけど、その一角です。で南に、富士山があって、この辺が富士スバルラインというところですね。で富士スバルラインの料金所のあたりから入っていった、ところです。で南側に富士山があるという敷地ですね。こんな感じで、まあ、あの赤松の、森にかなり覆われていて、周辺はかなり点在してした別荘が散らばっているという、敷地です。これが、工事する前の敷地の様子ですね。かなり、うっそうとした、まあ、富士の樹海といった感じの森になってました。で、南側が、富士山になるので、やっぱりなんかこう富士山に敬礼するように、まあ、片流れにするのが、まあ、日当たりも含めて素直でいいんじゃないかという話が、まあ最初のクライアントとの話でありまして、で一方で、まあ、かなり雪が降る地域なんですね。で、北側が道路だったんで、まあ、北側に駐車をして、北側から入ろうとすると、まあ雪がまあ、下手すると3メートルぐらい積もったりするんで、まあ、その積もった雪が全部北側に落ちて、まあ、あの住宅に入れなくなっちゃう、これそれはまずいよねという話になりまして、この、片流れの屋根を、まあ、パキパキと折り込んでいって、まあ、雪の流れをコントロールしながら、中の内部空間も、しつらえてあげようというようなことを考えていきました。で、これが最終的な屋根の形なんですけど、入り口の部分がこういうふうに山折りになっていて、雪がその両脇に落ちると。で、大きく谷折りの部分を作ってあげて、でそこに融雪装置を作ることで、まあ、この辺に雪がまとまって落ちて、車1台分ぐらいの駐車場を確保できるだろうというようなことを考えました。でこの時に、昔のですね、建築の、破風っていうですね、エレメントがあると思うんですけど、これはあの、銭湯の、入り口の部分ですけど、こういうふうに屋根を盛り上げることの意味っていうのが、まあ、単にこう、ウェルカム感を作るだけじゃなくて、まあ、あの入り口に雨を落とさないっていうことを、あの機能があるということに、なんとなく気づくっていう。でこれが、完成した、別荘を南側から見た絵です。この2階部分が、ツインポリカというですね、40ミリくらいだったかな、の厚みの中空の、ポリカーボネートを使っていて、中空なのでかなり断熱性が高いという、仕上げになっています。これが北側から見た。で、プランはこんな感じになっていて、まあ、真ん中に、センターテラスと呼んでいるテラスがあって、まあクライアントが自転車がその当時すごい好きだったので、この辺で自転車のメンテをしたりしながら、スロープでそのまま走り出せるみたいな仕様になっています。で、離れと呼んでいる、まあ、ちっちゃいワンルームみたいなお部屋と、あとは、まあ、水回りとリビングダイニングキッチンと、が、まあ、夏の部屋と呼んでいるですね、部屋があるこっちの母屋部分があって、南側にテラスがあり、まあ、バーベキューできるような場所があるというような構成です。で玄関入って、西側ですねを見るとこんな感じで奥に、まあ、樹海がですね見えるような窓が開いていると。でこれかなりあのコロナと全然関係ないだいぶ昔のあれなんですけど、入ってすぐに、まあ、まず手が洗えるところがあると。まあクライアントがかなりアウトドアとかが好きだったので、まあ、入って手洗える場所があるといいなということがありまして、
水光線になっています。でここに、大きく見えてきている天井が、谷折りになった、屋根がそのまま形として現れていると。でちょうど、敷地の、この北側の方にずっと抜けていく道があったので、まあ、そこに向けてピクチャーウィンドウをドーンと開けてあげて、こうずっと、抜けが、この家の中にも取り込まれるようになっています。こんな感じで、谷折りになった屋根が空間に現れてきて、なんとなく、こっちのコア街の部分と泊まる部分を分けるという作りになっています。で、まあ、木ストーブが1台あって、この建物、この、お家の空調機器はこれだけですね。エアコンも全然なくて、夏場はちょうどですね、東西を、ぐるぐる回る風が富士山の周りは吹くので、東側と西側の方に窓を開けてあげて、熱い空気が上の方に上がった後に、このポリカの空間の中で風が抜けて、換気されると。で冬はそれを閉めて、こいつをつけると上の方に暖気がたまるので、冬は上の部屋で寝て夏は下の部屋で寝るみたいな、贅沢な、お家です。でこれが夏の家、部屋と呼んでいる、お家で、階段で上がって上の方に上がるようになってます。これが、2階の部分ですね。なんとなくこの部分、南側のポリカンの部分が、廊下状になってて、でそこを2面して、まあ、3つぐらいスペースがあるのと、穴蔵と呼んでいる、まあ、布団とかを普段しまっておく場所があります。こんな感じでかなり、ですね、場所によってはくぐっていくような、行かなきゃいけないみたいな、場所があったり、で途中で、少しこうスロープのようになって上がる場所があると。でこの、両サイドに窓が開いていて、ここを開けると風が抜けるというふうになっています。こんな感じで、屋根のガタガタが、一望できる、ようになってますね。これが離れの、1階ですね。離れからも上に上がって、上でつながる構成です。で以上が、住宅の解説になります。でここからはですね、設計スタディの技術的解説ということで、設計のスタディって言われることって実際などういうことなのかというのを、3種のスタディに分けて簡単に解説、したいと思います。で、一つ目がですね、可能性を限定するためのスタディというのがあります。これは例えば、まあ、ボリュームスタディとかで明らかになることなんですけど、まあ、溶接技術を最大限使うとどういうことができるかとか、縦動線をまあコンパクトに収めると、まあ、どういうふうにできるかみたいなこととか、あとはその車線で決まるボリュームがどうかとかですね。まあなんかそういうふうに、可能性を少しずつ狭めていくためのスタディがあります。で、もう一つはその可能性を広げるためのスタディというのがあって、例えば、新しい人の流れを生み出す配置計画みたいなものがどういうふうに作れるかとか、あとはその使い方を覆すようなプログラムを、どういうふうに挿入できるか。まあ、今回で言うと、その、まあ、おばあちゃんの趣味をどういうふうに設定するかとか、おばあちゃんが、どういうふうに、まあ、町とコミュニケーションするために、場所を作れるかみたいなことになるかなというふうに思います。で、それと、もう一つですね、可能性を検証するためのスタディっていうのがあるんですよね。で、これはとにかく図面を描いたり、することによって、検証できると、まあ、寸法調整をしたりしながら、2で考えたアイディアが成立しているかみたいなことを、確認する作業です。で、場合によってはその環境シミュレーションみたいなことも、確認していると。で、まあ、この3つがですね、どういうふうな関係になっているかというと、基本的にはその可能性を限定
しながらゴールに進んでいくという、流れになります。でこれはかなり技術的なものなので、先生が教えることができることですよね。でそれに対して、まあ、可能性を広げるためのスタディというのがあって、で、なんか初めにコンセプトがあると、まあ、こう可能性が広げられるような気がするんですけど、実は可能性が絞られていく中で初めてアイディアが生まれることも多いということをよく覚えておいてください。で、可能性を広げると、必然的にそれが、ちゃんとうまくいっているのか検証するためのスタディっていうのが必要になってくると。で検証することによって、まあなんか面白い思いつきだったけどやっぱうまくいかないなとか、まあ、そういうことが見えてきてさらに可能性が絞られると、まあ、検証した結果もうちょっとこうするとよりうまくいきそうみたいなこともあると思う。でそれが、可能性を限定するスタディの、流れにどんどんこうですね、コミットしていって、最終的にはゴールできると。で、気をつけなきゃいけないのは、これ1だけでもゴールできちゃうというところで、まあなんか可能性をですね、限定する、スタディだけでも、建築 の設計ってゴールできちゃうので、その結果ですね、で、君何がやりたかったのみたいなことが言われるっていうことがよく起きる。で、そういう時にはちゃんと何かしら可能性を広げるためのスタディが必要なんだということ、まあ、同時に可能性を検証するためのスタディが足りないんじゃないかみたいなことをだというふうに思ってください。でですね、まあ、1年生とか2年生の前期の間は割とこういう可能性を広げるためのスタディがメインになってくるので、まあ、設計、まあそういうのがすごく楽しいなというふうに思う人もいると思うんですけど、一方でその1の作業、可能性を限定するためのスタディって割と一見地味なんですよね。まあなので、特に2年の後期以降はこういうスタディが必然的に増えてくるんですけど、条件が厳しくなったり建物が複雑になってきたりするので、なんですけど、まあ、可能性を検証するための、スタディっていうのをきちんとできるようになると、まあ、2年生以降も、楽しく、まあ、設計できるようになるかなというふうに思います。なので、まあ、1だけでもゴールできるものを2と3をたくさん、繰り返すことによって、まあ、この条件と自分の放り込んだアイデアでしか生まれない建築の設計っていうものにたどり着けると、まあ、それがいい設計というふうに、まあ、先生たちが言っているものなんだということを、なんとなく、覚えてもらうといいかなというふうに思います。なので、必然的にですね、楽しい設計はそれなりに大変だということに、なると思いますけど、皆さん、まあ、めげずに頑張って、手を動かしてもらえるといいなというふうに思います。はい。深くなりましたが、以上で、僕の話を終わりたいと思います。半年間よろしくお願いします。